東京都は病床使用率が横ばいで推移し、引き続き感染拡大に警戒が必要である。などとして、二十四日が期限だった。リバウンド警戒期間の延長を決めました。認証を受けた飲食店での一テーブル。四人以内の利用の呼びかけは、八人以内へと緩和します。東京都は、ゴールデンウィークの規制や、旅行の前には無料検査などを活用してほしいということです。うん